おはようございます。ブスめっちゃ目腫れてるんですけど、やばいって。なんか最近お彼氏様との付き合いがうまくいってない。恋愛って難しいっすね。恋愛で悩むってことは幸せってことです。はい、ということで今日は何月何日でしょう。そうです、今日は10月16日です。ということは明日私の誕生日。誕生日前日だというのに恋愛で悩むとは。生まれてきてこの方誕生日前日にこんな思いをすることなんてそうそうないので、これも貴重な誕生日かなと思って楽しんでいきたいと思います。誕生日の予定は何もありません。なんなら一人友達もいないです。東京には一人です。10月17日が私の誕生日ということで、今日は箱根一人旅していきたいと思います。はい、なんと今回誕生日ということで一人でも存分に誕生日というものを楽しもうと思って温泉を予約しました。その温泉が結構良さめな温泉で、客室露天風呂がついてるんですよ。ちなみにこの旅の予定は1日目に温泉行って、誕生日当日は箱根を巡ろうかなみたいな感じで、でしかも10月18日にクリップハイプのライブに行くという、楽しみの3本だってこんなことなくねと思って、ということで今からこちらを食べたいと思います。沖縄紅芋のタルト、お兄ちゃんが友達と沖縄に行ったみたいなので買ってきてもらいました。いただきます。今準備して箱根へ向かいたいと思います。レッツゴー、最後まで見てね。はい、電車に乗車いたしました。早速箱根へ向かっていきましょう。箱根へ近づいていくにつれてだんだん緑が多くなってきました。まるで自然の木々たちが私の誕生日を祝福してくれているようで嬉しい限りでございます。あ、実は電車乗る前からうんち我慢しててすごくうんちがしたくてお腹が痛い状況でございます。まあそんなこんなでかなり苦しんでたんですけれども、箱根湯本駅に着きました。どこを歩いても風情風情風情しかねえ。この歩いてる道が食べ歩きスポット的な感じで、もう歩いてるだけで楽しすぎて自分が一人でいることなんて忘れかけております。歩いてると超絶可愛いワンコロちゃんに出会っちゃいました。もう可愛すぎない？ちょっとねえ。そして見てください、この大自然。やっぱこういうところに来ると心が洗われるよね。あ、ちょっと前方からカップルさんが来たのでカメラを一旦停止して、今回の宿に着きました。あーやばー、すごい、やばい、これ絶対一人用の部屋じゃないやん。え、やばいよ。見せるね。でれれれれれれ。やばい。低くない？ちょっと。待って。え？絶対声でかいよね。露天風呂ついとる。まあそれは露天風呂ついとるところを選んだので。待って。待って。待って待って。え？景色が素晴らしい。ちょっと見せるね。やばい。これが露天風呂。いや。そしてこれが。景色、あ、カップルおった、めっちゃ人おる。なんか下のさ、道歩いとるカップルさんにめっちゃ見られました。そんな羨ましいか。これは彼氏と来たかったけど、そんなことは言いません。私は一人でも楽しみますから。最高。え、待って、ベッドめっちゃふかふか。あー、楽しい、やばい。わ、エロ、エッチ。もう最高。こんな叫んで大丈夫かな。こんな YouTube の動画でテンション高くなったことないよね。ねえ、超楽しい。どうしよう。え、てかさ、ここの温泉さ、ドリンクが飲み放題らしくって、お酒もジュースもコーヒーとかも飲み放題らしい。24時間、やばくない？貸し切りのお風呂とかもあるらしいし、楽しすぎじゃん。最高だよ。てか紹介してないとこ紹介します。
あ、すごい。めっちゃ綺麗じゃん。あ、ここはシャワーできるらしい。で、ここがおトイレかな。はい、トイレです。で、ここが大きな鏡。これさ、絶対ベッドくっつけて寝ようと。あー、最高すぎる。明日の10時チェックアウトだから、それまで存分にこの温泉を楽しみたいと思います。なんか浴衣とかあるんかな。着替えます。着替えました。イエーイ。実はこの浴衣、備え付けのやつじゃなくって、借りるとき550円払わなきゃいけないんですよ。まあせっかくだから絵になるし、誕生日だし今日ぐらいいいかなと思う。見てくれる人いないのに。あ、でもこうやってね、動画ぐらいで皆さんが見てくれてるってことは、まあ別に着ていいですよね。めっちゃ可愛くない？これ、この格好で23歳を迎えたいと思います。てか、なんかさっきさ、ちょっとコンビニ行こうと思って、買いに行きたいものあったから、さっきコンビニ行ったんやけど、山道みたいな入ってさ、その映像がこちらです。え、これ大丈夫そう？待って、絶対違うとこ来た。怖い。やだ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 よ。断崖絶壁、最悪。めっちゃ怖がってんけど、本当になんかさ、あ、こういった瞬間めっちゃ気分悪くなって。これ無料のとこから取ってきたジュース。あ、うまっ。夜ご飯8時にしたんやけど、まだ6時ぐらい。めっちゃお腹すいた。てかさ、さっきからめっちゃカップルとすれ違うんですけど、一人で来てる人いないのって感じ。いないか、それは、いないですよね。めっちゃお腹すいた。てかなんかさ、備え付けのさ、エビせんあったから食べますね。いただきましょう。いただきます。やっぱ甘いのにしよう。戸開けたから。人間とじゃなくて、今日ハエと一緒に一夜を過ごすってこと？はぁ、寝てたらいつの間にかご飯の時間になっておりました。見てください、このきらびやかな前菜たちを。まあ今回23歳になるということで、調子に乗ってビール頼んじゃいました。あー、苦かったみたいですね。とりあえず前菜から食していきましょう。美味しいんだけど、何の食材を食べてるかなんかいまいちわからなくって、お品書き見てみたんだけど、何書いてあるかさっぱりわかりません。まあ美味しいから何でもいいや。そんなことより、私の隣の席も後ろの席も全員カップルなんですけど、まあ別にいいし。一人でもご飯は美味しいからね。続いてこちらのお吸い物的なものを食べていくんですけれども、この器はハンドバッグの持ち手的なものがついてるから、一体これどうやって食べればいいんですか。なんとマイ選手、そのまま飲もうとしている。そのままいった。絶対あってね。後からお食事担当の人に聞いてみたところ、どうやらこの四角のお皿に汁を注ぐらしいです。大恥ですね。はい、大恥をかいている間に、今回のメインディッシュ、すき焼きちゃんがやってきました。イエーイ。自分で作る方式なので頑張ります。できました。ぐちゃぐちゃやな。私の後ろにいるカップルさんたちはいきなり将来の話とかし始めちゃって、カップルさんたちの将来の話を阻害するかのように、卵をカチャ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 かき混ぜる昭和の女は私です。さあ、そんなことはさておき、おいしいおいしい黒毛和牛たち、すみません黒毛和牛ちゃんたちを食べていきましょう。うん、これがおいしくないわけがないんですよ。マジでうめえ。本当に生きててよかった。最高のご褒美でございます。ここでマイ選手からの秘宝でございます。ビール一気飲みしたのに動画撮れてませんでした。今ご飯から帰ってきて、お湯沸かしてます。ふいー。あとお酒も新しく汲んできました。お酒って感じせん。ジンジャーエールじゃね。めっちゃ虫いるんですけど、私。虫？あと1時間ぐらいで23歳になります。いやー、なんかね、23歳か。
早いですね、23年って。まあ、今までの人生いろいろありましたけど、本当に親には感謝ですね。私のことを育ててくれてありがとうございます。なんか、親に感謝する日じゃねって思って誕生日って普通に。だって親が産んでくれたやん。あんな辛いお産をして、痛い思いをして私のことを産んでくれたわけで、本当はお母さんとお父さんにありがとうって言わなきゃいけないんですよ。こういう時は皆さん。なんか虫おるけどさ、てかさ、林なくて蚊だったの。だからさ、めっちゃ刺されてんの、この季節に。最悪とか思ってるんですけど、一人で誕生日迎えるよりいいよってことで許してあげるってな感じで、お風呂なんかすっごい浴槽張ってるんですけど大丈夫そう？今から入りたいと思います。バイバーイ。乾杯。あーま、暑いんですけど帰りたくない。やだ、都内の汚い空気。もうちょっとで誕生日、イエーイ。あと10分です。急げ急げ。実はケーキを買ってきました。こちらででん、ローソンのプレミアムロールケーキで、今日はろうそくがなくて、こういうろうそくしか売ってなくて、これを刺したいと思います。ダメだよねこの開け方、絶対良くなかった。ここに刺します。イエーイ、いい感じ。さあ、一番最初におめでとうと言ってくれるのは誰なのでしょうか。あと2分でーす。あとちょっと、はい、あとちょっと、はい。はぁ、59。もうなる、もうなる。点火しよう、点火。ほぉー。あ、ハッピーバースデー、私。ハッピーバースデー。ハッピーバー、これ先に歌って消すやつやったよね。しくった。まあ、いっか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear my. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう、私。もう一回点火させるね、一応。イェーイ、おめでとう、私。何回言うねん。え、なんか電話来た。おめでとう、第1号はゆあちゃんです。もしもーし。おめでとう。ありがとう。第1号はゆあちゃんでした。あら、素晴らしい。TikTok 出したから見てくれ。はい、本当にありがとう。いや、何しとった？お風呂入っとった？うん、動画撮っとる今。あ、動画撮っとるんや。そう。何しとった？誕生日の瞬間。誕生日の瞬間、え、見る？ローソンで買ったロールケーキにろうそくぶっ刺して一人で誕生日祝ってました。あ、すごい、なんかね、動画作ってくれた。え、すごい。23歳の抱負。このお仕事をしたいって思うことがありまして。はい。この23歳、この1年間のうちに、モデル業みたいな感じのお仕事したいなって思ってて。だから、体絞り頑張ります。YouTube 的な目標ないの？なんか何人とか。YouTube は、次の誕生日までに90万人ですね。はい。頑張りたいと思います。え、なにこれ、え、いつ撮った？お、め、て、の、と、う、びっくりマーク。お誕生日おめでとう。パパです。何してるんこれ、これいつ撮った？昨日嬉しいですね。こんなにおめでとう言ってくれるなんてさ、視聴者の方が私のために動画作ってくれたり、こんな遅い時間まで起きておめでとうって言ってくれて、嬉しい。ありがとうございます。本当に幸せ者、自分で。ローソンのロールケーキもいつもより2倍10倍美味しく感じるんですけど。ああ、てか明日さ、早く起きなきゃいけないのに、もう12時半なんですよね。お風呂入ってない、やばいって。ごちそうさまでした。イエーイ、ラッキー、何食べよう。もう一回これ。お風呂気持ちかったです。ハッピー。これで今日は寝たいと思います。明日の朝会いましょう。バイバーイ。
次回ついに誕生日当日、果たして一人で寂しくならず箱根を満喫できるのか、箱根を一人で歩いている女は私だけ、その状況に耐えれることができるのか、箱根爆食旅カミングスーンでございます。